ダンバウは、ベトナムで用いられる、単元の発言楽器である。ベトナム語で、ダンは、弦楽器、バウは、氷炭を意味している。ダンバウの最古の記録は1770年まで、遡り、多くの学者がそれよりも1000年以上長い歴史があると、推定している。ダンバウの起源については、夫が戦争に行っている間に、市場で演奏することで家族を養う生活費を稼ぐ。 盲目の女性の伝説が有名である。この言い伝えの真偽はともかく、歴史的に盲目の音楽家がダンバウを演奏してきたのは事実である。ダンバウ独奏はベトナムの音楽の中心であり、この様式は今でもベトナムで人気である。死の朗読の伴奏にも伝統的に用いられてきた。近年までダンバウはその音量の小ささから演奏される環境を選ぶ楽器だった。 やがてその問題は、ピックアップの発明により解決され、ダンバウの用途は、合奏や現代アジアポップやロック音楽にも広まった。今では、エレキギターのための電子部品が、ダンバウの音色を変えるのに用いられている。もともとは、ダンバウは、たった4つの部品からできていた。竹筒、キザを、ココナッツの殻を半分に割ったもの、絹の糸である。竹に垂直に糸を針竿の端に結ぶ。 ココナッツの殻は竿に付けられ共振器として使われる。近年では竹は木の共鳴板に置き換えられ、側面に硬い木と中間に柔らかい木を用いる。また、伝統的な絹の糸がエレキギターの弦に置き換わっている。ウリはまだ現役だが、現在は木で作られるものが多く、装飾品として付けられる。また、ほとんどのダンバウは近代的調律機構を持ち。 低音を調整できる。一般的にダンバウは中央波の1オクターブ下に調律され約131ヘルツである。しかし波長長から遠い曲を演奏しやすくするために他の音程に調律することもある。ダンバウ奏者がハノイミズ人形劇場で演奏するダンバウの技術は一見すると比較的単純だが実際には多くの練習を必要とする。 演奏者の右手小指は7つのよく使われる音に置かれ、親指と人差し指は長い爪を使って楽器をかき鳴らす。血接点は7つの倍音や高調波があり、ギターの火星学の1オクターブエア、完全5度、完全4度、超3度、短3度、西洋音階にない2つの音、7分間全音からなる。左手は人差し指で差を押さえて音程を下げ、 親指で音程を上げる。この技術は、結節点にない音を出したり音に振動を加えるのに、用いる。中国南部で見られる、独言子とは、ダンバウに似ており、素材が異なるだけである。この二つの楽器が似ている理由は、民族的には、ベトナム人の人族が16世紀に中国に避難したためと考えられる。ありがとうございます。